んにちは、新代理メンバーの鈴です。稲山です。はいはい、セカニチでございます。最近あの本を出版しまして、こんな感じの、はい、1冊目ですね。1冊目ですね、はい。これ就職の話とか会社選びの話とか面接の話が書いてありますので、就活生にぜひ読んでほしい、極意でございますので、今日はこの話も、この内容の話も紹介していきたいと思います。ぜひ見てください。ぜひ見てください。はい、はい、ということで今日はですね、面接の合否を左右する第一印象、その第一印象を決める自己紹介について徹底的にセカニチさんに解説していただきたいと思います。セカニチさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今面接の合否を左右する第一印象って言ってたじゃないですか、はい、第一印象そんな大事なんですか？いや、もう正直めちゃくちゃ大事ですね。で、私はもう10年以上、はい、就活見ていて、はい、で何百人と就活生見てるんですけど、正直最初の30秒の印象ってめちゃくちゃ大事で、その印象が最後まで行ったりするので、はい、もう面接全体の印象を決めると言っても過言ではないぐらい最初のつかみって大事です。超重要だ、はい、めっちゃ友達に第一印象悪いって言われるじゃあそんなに大事なんだったら正解が分からないと損だよね。うん、間違いないです。ということで、じゃあ私でもまだ正解が分かってないんですよね、はい、内定したけどまだ分からない。もう遅いけど遅いけど、はい、正解が分かるようになったらどんな企画も分かりますもんね。そうだね、はい、私これからちょっと全部その自己紹介でいくわ。いや、ずるいな。はい、ということで早速、みなみさんに自己紹介解説してもらいたいと思います。お願いします。お願いします。はい、ちなみに今お二人がどんな感じの自己紹介をしているかという現状を知りたいんですけれども、はい、もしよかったら30秒程度で自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。一橋大学4年生の稲山と申します。大学生活は主にアルバイトと長期インターンに力を入れておりまして、予備校のチューターとして2年間、毎月、150時間ぐらい働いてたっていうのと、今は、3年生から長期インターンで、就活系 YouTube の旬ダイアリーっていうところで動画のディレクターとして毎日働いております。今日はよろしくお願いします。はい、はい、独協大学英語学科4年の高橋鈴香です。私は大学時代、就活 YouTube 旬ダイアリーにて動画ディレクターのインターンを1年半やっておりました。で、1年半で120本ぐらい動画を出してきて、その中で最も視聴回数にいたものだと70万回以上視聴されたものがあります。趣味は最近週2で行っている夜のランニングトレーニングです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしたら先僕のフィードバックいただきます。はい、はい、稲山さん、結論×です。あ、中間終わったのにまず、はい、30秒の自己紹介なんですけど、はい、30秒のうちのさらに頭の10秒ってめちゃくちゃ大事なんですよ、はい、この印象超残るわけですよ、はい、で超残る、もう逆に言うとボーナスチャンスなんですね。そのボーナスチャンスをゴミ箱に捨てちゃってるなっていうふうに思いまして何かというと、はい、アルバイトと、長期インターンっていうすごく抽象的な話がふわっときて、でその後に月150時間っていう話、これもどうでもいい話ってので、めちゃめちゃボーナスチャンスがあるのに抽象的かつどうでもいい話が来ちゃってるのですごくもったいないので、なんか強みとか価値がわからないっていうので、無能だから×じゃなくてわからないから×っていう感じでございます。で、30秒とか1分の自己紹介ってすごく大事なことは、興味を持たせて質問をさせることってすごく大事なんですよ。なんで正直言うと稲山さんのこの話だと質問したい場所は1個もありませんでした。なるほど、はい、抽象的な話したら面接で深掘ってくれるんじゃないかなと思ってアルバイトと長期インターンって正直申し上げて、はい、こちら側は1日に20人とか見てるわけで深掘りするのは面倒くせえなって正直思ってます。確かに、いや、おっしゃるとおりです深掘りしてほしいところがあるんだったらここ深掘りしてくださいねっていうのをはっきりしてほしいし、そのためにはここ質問してくださいねっていうような引っかかりワードが欲しいけど質問しとかなかったので、あ、この面接何聞こうかな、疲れるな、この10分間っていうふうになこの10分間始まるのが憂鬱だなっていうふうに思ったっていうのが第一印象です。ありがとうございます、はい、次、はい、スーさんは三角です。うわー負けたもうね、これ視聴者全員分かってると思いますけれども、笑顔と声のトーン、はい、20丸、いや30丸なんで、スーさんをもしうちの会社のお客さんの前に出した時に、はい、お客さんがすごく印象よくいろんなことをお願いしてくれそうだなと。例えば営業担当だとしたら営業
担当者として凄まじく成果を残してくれそうだなっていうのが一発で分かったんですね。その時点でもう丸なんです、はい、丸なんですけど、これがなんで三角になったのかっていう理由がありまして、はいはい、エピソードが120本動画と再生回数の話、はい、これ正直強すぎるので、結構なんでうちの会社受けに来たっていう風な疑問が生まれちゃったんですよ。その時点でそんなこと思われますか？な、何十万再生稼げるんだったら、うん、はい、別にその道で生きていければいいじゃんって言って、はい、冷やかしに来たみたいな感じに思っちゃった。おー、でそこが謎だったんです、はい、だから分からないっていう、はい、でそこもちょっと触れていただけたら嬉しいなって思う。どういうことを言えばいいんですか？普通にこういうことを取り組んでいて、はい、将来こういうことをしたいと思ってますっていうような話がないと、学生時代の後に将来どういうことをしていきたいのかみたいな、はい、で、そういうことを考えると趣味は30秒という時間においてはよくやらないかな、はい、60秒ならあってもいいけど、はい、30秒は短すぎるので、だったら学習時間と自分の将来したいことの将来の方が欲しいので、趣味はいりません、この場合は。というわけで3個です。確かにすぎる。ありがとうございます。ただ、まあ、今僕らの自己紹介ちょっとボコボコにしていただいたんで、まあ、理想的な自己紹介ではどんなことを話せばいいのかっていうのをセカニスさんに伺っていきたいと思います。結論、その30秒間の自己紹介すごく大事でございます。で、なぜこれが大事かというと、まあ、面接大体10分間ぐらいやるじゃないですか。で10分間ぐらいやるんですけど、面接官って1日に15人とか20人とか見てるわけなんですよ。なんで料理が15人前20人前ドンって出されてる状態なんですよ。もし仮に美味しい料理だとしても全部食わないとダメだぞって言われて15人前出されたらどう思います？きついですね。どんなに美味しい料理だとしても、きついんですよ。苦痛なんですよ。なんでこれだけ食べてください一旦っていう風になるのが、リンゴ1個分ぐらい、リンゴ1切れ分ぐらいをギュッと凝縮したものが、あの最初の30秒間の自己紹介なんで、常に満腹な面接官に対して、あ、このリンゴ美味しかったなっていう風に思わせる。でたくさん食べれない人に対して短く伝えるというのはすごく大事でございます、はい、で最初の10秒がすごい大事です。例えばあの私が絶賛している開始2分で合格穂積さんの面接ってこんな感じのサムネがあるんですけれども、はい、彼がすごかったのはその慣れと経験の部分なんですよね。慣れと経験があるから話し方とか言葉のチョイスとかで経験が一発で伝わってくるので、150時間言わなくても伝わるっていうのがあります。なんでそうやって自分の経験を伝えるエビデンスになるっていうのが自己紹介の最初の部分でございます。最初の10秒で意識すべきことは落ち着いて話すっていうのと、そうですね、笑顔で話すっていうことですかね。落ち着いて話すと笑顔で話すとはどちらもめちゃくちゃ大事で、はい、マストです。それはもう大前提の上でプラスアルファしていってほしいなっていうふうに思います、はい、話す内容は具体的にどんなことを話す？なるほど、はい、内容としましては私がよく使っている言葉としましては落とし穴作戦でございます。落とし穴作戦って何かというと、人間お腹いっぱいな状態だともう何も食べたくないんですね。だけどそんな時でもこう食べたくなる瞬間があります。それは自分の意思で質問をした時なんですね、うん、なんで質問をさせるというテクニックです。なんで30秒間の中に質問をしたくなるような場所を2箇所3箇所と落とし穴を仕掛けて、はいここ質問してくださいねっていうふうにこう罠を仕掛けておくんですね。じゃあ例えば私のがやってた例で言うと、第1回大会で予選敗退で悔しかったです。でだからすごく悔しい思いをしたからこそ2つの作戦を実行しました。その結果こういう規制観念になりましたみたいな話でっていうふうに言うと、例えば2つの作戦って何って聞かざるを得ないじゃないですか。なんでその2つの作戦って言った時に、はい来ました落とし穴っていう風に言って、提案やってたことはこの1つ目これと2つ目これですっていう風に伝えるという風にすると、自らの意思で質問したことって記憶に残るんですよね。逆に言うと一方的にブワーって言われても何も覚えられないので、うん、印象に残すために相手に質問をさせる、そのためのワード落とし穴を仕掛けておくっていうテクニックが必要です。自己紹介に落とし込んだ時に、はい、その落とし穴の内容のワーディングってどんなものがあるんですか？でもそれも正直言うと経験でしかなくて、模擬面接を通じて落とし穴2箇所3箇所仕掛けてみたけど、この落とし穴に引っかかるかなっていうのを試してみるしかないので、人に実際に落とし穴仕掛けて引っかかってくれるかを確かめる、はい、確かめる。それを数を繰り返すしかないので、まあ、5人10人と友人相手にやった方がいい。別にこれは社会人じゃなくてもいいし、なんなら後輩でもいいので、うん、学年関係なく年齢関係なくやった方がいい。じゃあ結構よく就活生でいると思うのが、インパクトを残すために型破りな自己紹介をしている人が、型破り、例えばどんな感じです か？明るい笑顔の太陽、どうも稲山ですみたいな芸人の自己紹介みたいな結構キャッチーなのをやる人がたまにいるなと思ってて、そういうのってどうなんだろうと思うんですけど、はい、はい、こちらですね、結論ですね、あのハイリスク、ハイリターンでございますのでリターンもあるかもしれない。ただ
前提としてハイリスクですよという前提があります、うん、肩さえ破ればいいって話ではございません。なので、自己満は NG です、はい、自己満にならないようにやっぱり友人5人にその自己紹介をやってみる、厳しいフィールドバックをもらうとその自己満じゃないものができるんじゃないかなというふうに思っています。ガクチカだったらさ肩があるじゃん、はい、それ自己紹介もあるのか。確かに、いや正直ねないです、はい、とにかく自分が伝えたい自分の強みとか価値観とか、うん、自分のその価値の部分を伝えるための言葉を用意しますと、はい、それを質問させるために落とし穴を2箇所くらい仕掛けておくっていう逆算で30秒作る。じゃあつまり自己紹介に型はないけど、はい、ただ大事なことが2つある。1つ目が自分の強み価値観を反映していること、でもう1つ目が落とし穴を2つ3つ落とし込んでること。でこの2つを押さえた上で練習をしてみろ、はい、じゃあ私たちも実際にこの2つを使って再現してみますか。作りますか、はい。はい、はじめまして、独協大学英語学4年の高橋鈴香です。私は学生時代、就活 YouTube 旬だよりにて動画ディレクターとして1年半インターンをしておりました。そこで120本以上の動画を作る中で動画が伸び悩む時期もあったんですけれども、2つ施策を打って最高視聴回数70万回いく動画を作ることができました。今後は日本中の人の孤独を解消できるような動画を企画できるディレクターになりたいです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。完璧、めっちゃ良かったんですけど、最後のディレクターってところでディレクターなのみたいな。あ、そう、なんでディレクター、すみません、日本中の人の孤独を解消できるような人でいいんじゃない、日本中の孤独を解消できる仕事をしたいです。うんうん、そこで控えます。っていうので、今の良かったポイントは、はい、あの落とし穴があったところがすごい良くて、はい、あの挫折があったけれども、うん、2つの改善策を打ちましたっていうふうに言うと、うん、じゃあその挫折があった上で成果残してるんだねと、はい、っていうので自慢話にならない、うん、で、じゃあその2つの成果、2つの改善策って何だろうなっていうふうに気になるので質問したくなる、はい、で次、将来性においてもその孤独を解消したいと思っているっていうところも、はい、なんでそれをやりたいと思ってるんですかって質問したくなるので、はい、落とし穴ができてる。一応で使ってください、はい、一応として、まあ、けどざっくり自己紹介しよう、もっと練習しようと思いました。おお、それかと思った。あ、ちなみにそうなんですよ、これ一生掴むんですよね、はい、短い時間で相手の心を掴むっていうのは別に30歳になろうと40歳になろうと一生使う話なんで、一生使えるコスパのいいスキルだと思った方がいいですね。ありがとうございます、はい、ということで今の動画を見て皆さん自己紹介改善されましたかね。ぜひ明るく元気に第一印象をここで決めて合格掴み取ってください。はい、もうひたすら練習あるのみだと思うんで頑張っていきましょう。いきましょう。はい、というわけで就活生にぜひ読んでほしいと思ってこの本を書きました。未来がやばい日本でお金を稼ぐとっておきの方法、内容は就職も会社選びもありますし面接の話も書いてありますので、ぜひこれを読んで皆さん幸せな人生を勝ち取ってほしいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。概要欄にリンクあるのでぜひ見てみてください。ということで坂西さん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあなー。